Ain't worried if I'm out by the lakeside. No, I don't really care what we do, 'cause everything just falls by the wayside when I take time with you. Am I crazy for not wanting to chase lights? No, I just want a table for two. No, I don't need to. 嬉しかったっすね。やりたかったんで、それ流れた試合だったから嬉しかったです。率直に対戦相手の印象はやっぱ左のこのパンチがめちゃくちゃ強いなって思ってます。自分は倒れないかなと思ってますが、その一応怖さっていうか爆発力はあるなとは思います。やっぱスピードが自分は武器なんで、そのスピードを生かして俺が先にパンチを当てて効かせてやろうと思ってるし、寝かしたら寝かしたで馬乗りになって肘とか拳とかでボコボコにしてやろうかなと思ってます。サーカー選手、俺は試合を2ラウンドやるつもりはなくて1ラウンドで終わらせに行きます。いや、高校の友達です。同級生です、みんな。高青年でした。一緒にいるとずっと冬でもやっぱタンクトップだったんで、それは嫌でした。冬でもタンクトップだった。目がとんがってたよ。マジとんがってたよ。位置づけとしては切れたらヤバいやつのカテゴリーだって。ああ、そう、ね、本当にだって、ね、まだ全力出し切ってない気はしますけど。確かに。確かにね。多分本気出したらこんなもんじゃないと思う。テイクダウンを取りに行って、しっかり自分の優勢な感じで試合を進めていってほしいです。どんな体勢でもボコボコにしてやるんで、負けたら半分だけ坊主にして土下座して謝ってる姿を動画にして送ります。ムチレンズ所属の田中です。国吉、子供は5人います。国吉両選手とは去年の4月の大会で決まってなくなってたんで、意識はしてたんで、まあ全然ぶっ壊したいと思います。両選手の印象は結構首力があるのかなっていう印象ですね。自分が強化した部分は、まあ、組み技とかだいぶ強化してきました。メインらしく会場を盛り上げて相手を打ち殺したいと思います。前回 MVP 取ったので、今回も印象強めのインパクトを残して MVP を連続したいと思います。両選手今回メインなので、お互い激しく盛り上げましょう。シュートファンの皆さんに顔と名前が覚えられるような激しい試合をしますので、応援よろしくお願いします。